7月25日スタートのテレビ朝日系ドラマスカイキャッスル。放送開始を目前にした22日、六本木ヒルズアリーナで、松下奈緒さん、木村文乃さん、比嘉愛未さん、高橋メアリー淳さん、小雪さんという豪華な主要キャストが揃って会見に出席しました。小雪さん以外は全員が赤のドレスで登場しましたが、これはドラマのメインビジュアルの衣装かと思いましたが、メインビジュアルでは同じ赤のドレスで皆さん胸元が大胆に開いていました。しかし松下奈緒さんと木村文乃さんが会見で着用したのは、そのあたりがしっかりガードされたデザイン。ただなぜか比嘉愛未さんだけはメインビジュアルより大胆になっていて、比嘉愛未って思ってたよりスタイルいいな、身長168とかあるしな、オピータニもすごいな、でけー、比嘉愛未がいいわ、比嘉ちゃんかわいい、比嘉愛未は足出した方がいい、膝下長くてすごく細い美脚。松下奈緒、木村文乃、高橋メアリー淳、好きな女優ばかり。松下、比嘉、木村、美女揃いで目の保養になる。比嘉愛未一択。実はこのドラマがこの夏一番期待してるわ。比嘉愛未さんは沖縄県出身で、1986年6月14日生まれの38歳。高校入学前にスカウトされ、地元でモデルさんとしてデビュー。高校卒業後に上京して本格的に女優さんを目指すことになります。2007年には NHK 連続テレビ小説どんど晴れのヒロインに選ばれ、知名度も人気も一気に上昇してトップクラスの女優さんとなります。その後はコードブルーや丸物を着てなど大ヒットした作品にも数多く出演。主演作はそれほど多くはありませんが、印象深いメインキャストとして毎年何本ものドラマや映画に出演しています。比嘉愛未さんというと何か事情を抱えた真面目なヒロインか医療関係者の役というイメージですが、2022年35歳の時に出版した写真集は意外と攻めていて、大胆なショットも多かったようです。新ドラマではこれまでと違うイメージの比嘉愛未さんが見られるのか、さらに会見の時のような大胆な胸元がドラマでも見られるのか、いろいろ含めてスカイキャッスルに期待してしまいます。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは厳選した美女の話題を投稿しています。ぜひチャンネル登録お願いします。